よね。パソコンで始められるんですか。パソコンで、お、今映ってる画面がこんな感じです。OK、うん、名前も、お、始まりました。始まりました。OK、電波が、電波が、青空もうちょっと、じゃあちょっともうちょっと集まるまで皆さんお待ちください。青空くんお誕生日おめでとう。そんな書いてあります。うん、来てる。あ、起きやすいぞ。ゾラ、あー、みーさん、バラゾラもうわ、すごい。あー、こういうこと。そういうことっす。バッチ、バッチ、バッチもその種類のうちの一つ。銀バッチが一番いいの。銀バッチ、銀バッチが一番いい、まあ、衆議院バッチとか多分一番いいと思う。あれができないっすよ、僕。猫、バラ、あれでまーす。あれできるのね。すごいね。じゃあまあなんとなく集まってきたんで。うわ、バラ、あ、ありがとうございます。バラどんどんください。マリカやったことあります？マリカないよ。スーパーミニオンマリカ最後だよ、俺やったのが。何、いろんなあるんですね、ギフト。え、これライオンとかないんですか？ライオンとかある。100種類ぐらい。あ、そんなあんの？多分ライオン欲しいって言った。え、ライオンめちゃめちゃ高いんじゃないですか？あ、そうなの。はい、もう詳しいの見てるんで。お、来た、リスさん。リスさん、ライオン欲しいっす。ライオン欲しい。ライオン欲しい。お前下手くそなホストか、ね、やり方が。じゃあ早速、皆さんなんとなく仕様分かりました。ライブの、じゃあ早速始めていきます。はい、まずだって操作の仕方が分かんない俺。持ったことねえもん、そのスイッチも。はい、じゃあ始めます。アルビレックス新潟マリオカート頂上決戦。ということでね、はい、本日の参加者はこちらのお三方です。じゃあ早速自己紹介、カイツさんからお願いします。はい、カイツです。よろしくお願いします。背番号も一緒に。背番号7番です。じゃあ次、千葉さんお願いします。背番号35番、千葉和彦です。初めてスイッチを持ちます。どんな感覚なのか楽しみです。お願いします。じゃあ最後、青空お願いします。背番号40番、石山青空です。お願いします。まあ、早速ね、この3人で、今日のアルビレックス新潟マリオカート頂上決戦進めていきたいと思うんですけど、まあ、まずルール説明に参りたいと思います。はい、まあ、簡単に言ってしまえば、まあ、アルビレックス新潟で誰がマリオカート一番速いのかっていうのを決着つけよう、まあ、サポーターの皆さんも選手の皆さんも気になってると思うんで、まあ、早速決着をつけようじゃないかという勝負です。で、4レースのタイムの合計が、一番短かった選手が優勝となって、でその優勝選手には、え、4人だけでやんの？あ、3人だけでやんの？いや、全員です。あ、他のあれもいんの？他のマスコットっていうか、マスコットなんていうの、他のキャラクターもいるってこと？、うん、コンピューターのね。コンピューターで、あのタイムの合計なんで、うん、あの全選手の中で1位になった選手には、うん、豪華景品があるので、おい、結構豪華な景品なんで、そうなの、あのそれ目指して頑張ってくださ い。で、ちなみに現在の1位が、うん、昨日やってもらった長谷川元樹選手が、うん、4レース合計で7分57秒、うん、どんなもんな、それすごい、結構世界記録は、世界記録とかないですけど、ない結構早いんで、まあ、皆さんも頑張ってもらいたいと思います。完成初めてだな。安全運転します。ではさらにこの配信をご覧になっている視聴者の皆さんにも、プレゼントキャンペーンがあるので、まあ、最後までご覧になってください。お願いします。確かに。じゃあ早速レースの方行ってみましょう。はい、じゃあ3人で、まず1レースなんで、まず早速キャラクター、これキャラクター何、どれがいいの、そっちの画面で、ぜひ視聴者の方に、キャラクター何があれなんですか、あのこれいいんだ、おすすめのキャラクター、一番最初に言ってくれた人に使います。おすすめのキャラクターはどれですか。ヨッシー、オッケー、ヨッシー、いや、あ、メタルヨッシー、めっちゃ出てた、ヨッシー
何がオレンジヨシ。オレンジヨシ。オレンジヨシ。どうしようじゃあ。これでいきます。何それ。それ見たことないな。これで一個だな。じゃあ俺同期にします。でここで。まず車体と車輪と、これ空飛ぶのがあるんで、その、なんていうんですか、カイト。はい。じゃあ、してください。カイトの部分。何これ、こんなんなの今。で、しかも、この、何ここを押すと、ベンツにしよう。あの、何スピード加速、重さとか、あの、車の性能があるんで、そこを見ながら。いや、そんな、ベンツいっぱいあるよ。こんなの見てたらもう2時間ぐらいかかるよ。終わんない。なあ。何これ何がいい何がいいのベンツあるっすよ。どこにどこにこれどこに下の方にベンツあるっす。車体に。ベンツマーク出てるっす。8だろこれ。8だろ。いや違う違う。ベンツありますよ。ベンツあるっす。これです。あ、もうちょい下っす。もうちょい下の方に行ったら。出てるっす。え、マシンありすぎて。ああめちゃくちゃあるね。でもなんかあんま何種類かあるっす。本当だ。何これ、こんなのこんなのからやってんの。すごいな、これ選べないわこれ。ちょ、俺目つぶって、これこれ、あ、俺がスクーターこのタイヤをこれでいく。よし、これワン、カイト、これ目つぶってこれ青空、あれになってるわ。よし、OK。ちょっと待ってくださいね。ダメなんすか？これさ、ダメなんすか？これこうなってる。ああ、そういうことです。だから、そう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 。スタッドレスないんだ。ドンキーにバイクは厳しいですよって人。ドンキーコングにバイクを。カイトじゃない。じゃあ乗りこなしますか。あ、で、青空、オッケーボタン押して。で、ちょっと待って、一回。何できねえからみたいな。そういうことです。で、本番もグランプリ 150cc のコンピューター強いでやりますんで。で、まず1レース、あのお試しなんで適当に好きなコース、あの一番左下のコーラカップは本番でやるんで、それ以外のコースで適当に1レース選んで。どこでもいい、どこでもいいっすよ。簡単そうなのこれな。ジョーさんについていきます。どれでもいいの、どれ、よし、よし、ミートしていい。あ、よしだ、俺よしだ、よしだから、よし。え、何これ、どれが進むんだっけ。その A だな、 A ですね。 A が、B が、あの、ブレーキです。そんな使います。 X は X は基本使わない。あの、X はあの後ろ見れるんですけど基本使わないです。 Y は、 Y も基本使わないです。これ左がアイテム、それ左がアイテムです。で、右があのドリフトと、 あのジャンプアクション。俺どれ、早かった。何これ何これ、どういう人できない。すごい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 。あれ、これ練習、これ練習です。練習だよ。めっちゃよし、やばい、やばいやばい。これドリフトどうやってやんのこれ。ジャンプしてキュッ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 やるんですよ。ジャンプどれやってた。何だ、なんかすぐに押した。青空、これめっちゃ早いっすね。めっちゃ早い。青空ねえもん、だってもうめちゃくちゃ重いにしてストーリーで今あのリンク送ります。いや、いい。あ、でもこ の, あのライブにしてさ、飛べるリンクがあるんで、あ、何に入れますね。あ、こうだ、使ったの。え、マジですか。行ったぞ、来た。これもうやめたい。やばい、本音出てる。これドリフトの仕方が分かんねえ。入れて、お、あの、Rボタン押し続けます。なんか青くなったり赤くなったりする。いや、これ曲がりねえんだよ、これ。こうなる、こう。邪魔しないでください。してねえよ、曲がんねえよ。邪魔しないでください。こうやってやんないと曲がんないんだもん。調査ゴールしてくださいね。わかるよ、ゴールするとき。ゴール。難しい、これ何周すんの。3すごいな。
けいけいけいけ大丈夫、ここからこれやべ、カイトも大して早くねえじゃん。なるほどね、いや、あの、隠してるっす。いけいけいけ、やばい、来た青空早いね、さすが。あ、でもカイトさんも早い。あ、やばい、ビリは嫌だ。とりあえず、あーやばい。まあ無難に。え、カイト君早っ。もうこれ曲がんないってこのこれは芝生出ちゃうんだけど。ちょっとその十字スティックより多分、まあまあ練習ですから。あ、こっちの方がいいな。そっちの方がやりやすいです。すっごい上手いって言ってくれる。あー難しい。もうありがとうございます。ありがとうございます。おお、GG ありがとうございます。GG 負けるよ、あります。え、犬来ます。あ、ちょっと待ってもらえません。犬来た。何今の。高いんじゃないですか。チーズなんですよ。生々しいな。チーズ。GG。自分パパ頑張るよ、ありがとうございます。頑張りたいんだけどさ、分からんのよ、やり方がさ。まあ、3人ともなんとなく操作方法分かったと思うんで、じゃあ早速本番の方行きましょう。あ、どうやったらはみ出さないの、あっちの曲がるときに。もうこういうさ、垂直のあれだって俺、自動車学校であんなんだろ。こうやって、どうやって行くんだあれ。まあでも、先生からはジャンプしてた。ジャンプ、どれ、なんかドリフトして。ああ、ジャンプして、ジャンプどれ。これ、あ、こっち、どっち、どれ。右側、こっちです。右だけ。こっちも、それどっちでも大丈夫です。どっちもいけん。どっちも同じです。ジャンプして、でなんかキーってなってる。ジャンプしな、あの R ボタン押しながら曲がるとドリフトかかるんで。で、OK。で、ここキャラ選択です。あの、変えるなら。また。変えるなら。変えるなら。ここで。あの、このキャラで4レースも本番で戦うんで。変えてみようか。あ、マジっすか。いいっすよ、やっぱり。でも皆さんピーチ姫見たいと思うから。やめていきます。青空アンテナ消そう、早いから。はい、青空アンテナ消そう、早いから。何アンテナ。俺アンテナ消したら終わるっすよ、俺。こいつ やってるっすか。アンテナチートっす。チートしようとしてない。お前なんか、あ、悪いことしてるな。アンテナちょっと、お前おじさん二人、お前わかんないからって。え、多分カイツさんもアンテナついてんじゃないですか。え、アンテナが何かわかんないけど、アンテナついてると、あの、落ちないんですよ。あ、そういうこと。あ、ずる。え、千葉さんアンテナついてないらしいです。ついてない。千葉さんつけます。何アンテナ、何あの、アンテナ、チレジ。あのコースあるじゃないですか。何だったんですか。アンテナよし。チレジよし。あの、はみ出ないようになるんですよ。あ、はみ出ない、はみ出ない、めっちゃはみ出るよ、俺も。じゃあ、はみ出ない方がいいですよ、ね。うんうん、じゃあ、千葉さん、初心者なんで、あんたつけます。誰が初心者。聞こえとくわ。つけますか、初心者も。つけてで、あの、千葉さん、一番左下のこれ、それ、4レース。はい、いきましょう。でも本番、本番です。いや、でもなんか違い、昔とはだいぶ。いや、そうです。あの、これ結構昔からあるステージ。ステージだけどだいぶ違うよ、リメイク。うん、だいぶこんな 3D みたいな感じの平面だと思う。いや、ゲームの質が違う。なんか続き。スタートダッシュね。青空すごいな、さすがに。あの道が分かんない。一瞬で道を見て、ああ、そういうことも余裕あるから出してんだ。やべえ。バスター作ったお前。
パスタ作ったお前。あー、見せた見せた見せた。うしい。千葉さんが悪い位置で。すごい、相手になんか。やばい。あー、見せた。アンテナ欲しいです。さっきよりいいぞ。あ、牛がいっぱいいますよね。モンモンハントリー。そうだ、まさか。ここ昔からある。うわ、イカスミ。青空いけんじゃん、1位やられた。うわ、やられた。あ、やだ、青空選手やだ。あー、やられた。一瞬青空選手のユニフォーム買いましたって。はい、ありがとうございます。よし、終わんない終わんない終わんない。早いじゃないですか、千葉さん4位。うるさいよ。これ昔はもうオールドコースだからね。何親しんだ道っすよ。よく撮った。よく撮った、よく撮った。ほんとこの道は懐かしいね、牛の匂いがやっぱ。ちょっと続けてください。あ、すいません。あります。運転集中しないと事故るんで。そうだ、集中。運転終わったらね、ぜひギフティングの方読んでもらって。はい、うん、あ、やべやべやべ、お願い。あー、遅れた、また戻られた。いや、あー、なるほどね。おお、ロイの名前がわからなかった中の。あれ、当たってないね、オーラが。はい、ちょっとバナナでガードしました。うわ、そういうの懐かしいですね。そうだな、仕方あるみたいな。あー、あー、誰だよ。何この花、何これ、何だこれ、何だこれ。それ、あの、周りの人をどんどん食っていくんですよ、近くにいる人。誰も周りにいないよ。周り誰も食う人いないよ。いらないよ、あのアイテム。来い、何がいいよ。来た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 。あ、千葉さん、いいアイテム。いいよ、やばい。これ何、これ何。それ、あの、何回でも使えるキノコっす。え、どういうこと。時間制限で。あ、もう消したい。あ、なんかスターの人いる。うわ、さっきより順位下がってるぞ。集中集中。ちょっとね、青空さんが、ね、集中しすぎなんですよ。しゃべんなよ。青空めっちゃ速い。しゃべんねえな。青空がガチで狙いに来てる。ちょっとガチでやったの。やばいやばい、ミスった。ちょっと楽しくなってきた。ガスにパスえ、ゴールですか。入ってみて、全然わかんないな。青空速い。当たんねえだ。わあ、あー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 、くそー。柴田さん絶妙っすね。もういないんだけど。スタートで2秒後にお前がいないよ。またあと2レースだよね。あと2レースです。得意な、得意なのこれ。まあ、いろんなアイテムが、ほら、どんどん見ていく。クマさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、一瞬。やばい、やばい。始まります。やりすった。なんかここ DS でやってた。やってやったやった。あ、ありますね、DS で。え、カイトさんは何のマリカやってたんですか？え、DS とか。おい！ Wii とかですか？ Wii はやった。ギリア。Wii やったかな。え、青空はもうまさにこれ。はい、スイッチもやってましたし、ずっとやってますね。スイッチ当たったな。
って言っちゃ気になったのしらやべ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 もう行け行け行け待てよこれ待て待て待て治ってやるよなぁ何で治ってるんだ危ない危いけいけいけ、千葉さんの画面だけ疾走感がある。いけ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 、おぉ誰誰すごい、あいけ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 、今の青コーラってあれなの、絶対そういうやつ下通ってくんだね、なんか上飛んでくるタイプの時だった。あ、上からドーンみたいな、上からドーンみたいな。あ、そうだね、昔めちゃくちゃ途中の人も当たってる。そうっすね、あれ何が来るの、どうなってるの、すごいすごいすごい、わわ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 、さっきより意味したいよ、来ないこのお化けの。それはあの一定期間無敵と、あの前にいる人のアイテム取ってくるテレサです。たっちゃん詳しい。俺もずっとやってたんで。青空めっちゃ早い。青空早いっすね。めっちゃ早い。全然ない。誰もいないわ。おお。あとテレサは少しだけ加速するらしいです。あ、何この無限の、何この無限の、何これ、あの8個アイテムがつくやつですよね、体の周りに。おうおう、あれなんか運がいいと、たまに運がいいっていうか、もう後ろの方だとお情けで後ろの方だと、後ろの方だと、いや、どうせくれるんでしょ、もうキュービーだったらくれるでしょ。早いなぁ、やだやだやだ、ビデオやだ、ビデオやだ、やばい連打す連打す連打す。あ、そうそうそう、やめ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 、負けた負けた負けた、そういうの教えてよ早めに、連打す連打す、わかんないもんだってアイテム難しいよ。じゃあもう次最後のレースですね。最後はやっとだ、やっと楽しくなってきた。チーズさん荒らす、あ、ミュウ、ミュウさんもタイトルギフト、おお、すごい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 、バラ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 、難しい、お前、ありがとうございます。やべ、ミスた、ここはいいんだよ。ここはまず、ここからすごくからなんだよ。さっきもさ、どっち曲がってくか全然わかんないの、何これ、壁いけんだ、壁いけんだ、なんか遅いんだよ、壁いけんだ。あ、これだ、これ壁走れますよ、うん、なるほど、どういうこと、どうやってやんの、どうやってやんの。なんか、行けるとこあったっす。うなんか壁が一瞬、箇所青くなってるんですけど、うん、あの壁の、うん、平均地面がそこに登れます。こんな乱暴な、あ、ピーチこんなやば、あーやばい、うぅっ、あー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 まっすぐまっすぐまっすぐ行かないと、おお、危ない危ない危ない、全然遅かったんですよ、壁通ってもちょっと変わんねえな、壁通っても、壁通ってもあんまり変わんないです。ちょっと通って、あ、空飛べんだ、スピッツみたいなこと言っちゃった。そういうことね、空飛ぶ、ジャンプでいいタイミングでできれば、ね、何回かやったことあるから、あー、車から飛べるんだ、おー、飛んだ飛んだ飛んだ、あぶない、あー、うまい、クロス、そのことなんだ、ほんとにうるさいよ、あぶない、あぶない、危ない、危ない、前から車から、これ、あー、もう誰運転してんの、トラック、おじいちゃんばあちゃんだ、これ逆走してくれたこれ、これね、これこれクソボです、いや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 いけ、あぶね、めちゃめちゃスタンドしたえ、アオコーラめっちゃ来る、なんで交渉いいの、交渉方あるって言ってたよ、交渉ないっす、アオコーラ交渉方あるんですか、あるでしょ、キノコあればいけんすけど、そうだしね、はい、あ、さっきから結構いいっすか、
もう2回終わっちゃいました。あ、やられた。いやー最後ジャンプ。あー長いか。まあまあ別に、まあまあ、初めてにしてはすごいっす。これも初めて持ったからね、俺。そのコントローラー、うん、コントローラー、このスイッチのコントローラー、これは結構あれですけど、レア、レアというか。あ、そうなの。基本あれじゃないですか。いや、そっちも触ったことないよ。なんなら、そっちの方が早かったかもこれめっちゃ扱いやすいっす。扱いやすい、はい、終わりましたけど次に進むで、はい、で、ここで順位発表です。すごいバラ送ってくれてる。おーすごい。ありがとうございます。ありがとうございます。青空、アウトポーズしてだって。この人が出て、バーイ。犬。どうですか？ボケタイム。ちょっと待ってください。今計算してます。チーズさん。チーズさん結構なんか見てます。あ、RT さん結構なんか見てます。G じゃなくて T。 あざす。これ何人ぐらい。あ、あざす。ラーメン。え、めっちゃ見てますね今。過去1見てます。嘘。どこに書いて、どこに書いて。あ、ここの層行って。あ、ほんとだ。今1178人見てます。おお、すごい。いや、でも結構面白かった。初めてっすよね。初めて。え、いや、俺毎回見てる。毎回見てんの。毎回見てる。あ、そう。こんなにいかないの。700、800ぐらいっすね、うん、大体。すごい認知されてきたんじゃない。じゃあその俺がさ、やってると認知されてきた。ああ、確かにね。勝ち場さん効果っす。まあ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 、俺、まあ自分では言わない、言わない。代わりに早く言えよと思ってた。タレント力っすね。まあ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 。じゃあ今タイムの計算終わったんで、はい、発表したいと思います。3位。いや、色々ないっすよ。順位でもじゃあタイムの合計、まあタイムの合計なんで まだ分かんないけど、3位、はい、合計で9分30秒千葉和彦選手。よくそんな悔しがる。やだよ。よくこんな悔しがる。順位見てください。6位っす。あーあああああ大丈夫。取れた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 。生なんでね。生なんで。で、第2位、タイムとしては8分54秒。谷口海斗選手。ああ、なんか何とも言えないから。え、元木くん、何分なの？が、7分54秒です。7分54秒。え、カイド君が何分？8分、あ、44か、8分44。あ、こっから練習場行くまででもう 4コース行けるってことかな。そうですね。一番早い。いやー、無事故に、無違反で行ったかったけど、事故りすぎたから。確かに、めっちゃ事故ってたな。めっちゃ事故ってたっす。無事故無違反でやる。ゴールド免許が。で、まあ、第1位は石間青空選手なんですけど、タイムが8分24秒ということ。それを受けて残念ながら今のところ暫定1位にはなれずということで。暫定ないんですか。暫定じゃない。暫定多分4位とか3位とか。いいえ、おっそ。アンテナがあればって感じでしたね。みんなだってアンテナないでしょ。みんなアンテナないし。アンテナないというけど相当強いんだね。え、1位めっちゃ速いっすね。相当速いっすね。でそう、昨日の長谷川元輝選手は結構やっぱ見ててもドリフトとか駆使してアイテムも結構使ってかなりうまかったんで、まあ、そこに匹敵する選手が今後現れるのかが、まあ、まあ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 って感じですね。まあでもいますよね。まあ、だからシューがあれなんでしょ。がすごいって言ってましたからね。見てると思うよ。見てんの。なんかシュー君マジですか。インスタに載せてますよね。載せてた。昨日、ライバルみたいな。今日も、うん、今日見てニヤニヤしてた。今1200人ぐらいいるんですけど、多分その中の一人に。で頑張れよ。で、まああの、まあ、今日の結果はこんな感じだったんですけど、配信の最初の方に言った、まあ、視聴者プレゼントのキーワードを発表したいと思います。はい、
で今日は2文字目を発表します。でこちらお願いします。面白く面白くな面白くマジっす、うん、そこもあれ面白かったら5秒減らしてる本当っすか。でも5秒減らしたらないな。5秒減らしても多分3位は変わらず。じゃあ千葉さんは、ね、いやいいよお前ら、うん、文字目はいいです。面白くないねいいです。あともうちょっと近づけてあげてカメラに。でちなみに1文字目はさ、さ、さ、さです。ちなみに1文字目はさ。1文字目はさです。あ、ちなみに1文字目はさです。で、今日は2文字目がいです。次は。で、再婚ですか？再婚はなかなか選ばないよね。でその視聴者プレゼントの発表なんですけど、はい、こちらです。じゃじゃん。お、何ですか。はい、あ、じゃあそれ何ですか。練習着です。おお、誰の、誰が来てた。誰も来てない2024シーズンの、練習着がこの TikTok の視聴者プレゼントになります。サイン入りですか。サイン入り、全員の、全員の選手全員のサイン入りということで、まあ、今日発表したんで、まず今日は3人にサインを書いてもらおうと思います。あ、わかりました。じゃあ、お願いします、うん、はい、見るように、どこに、どこに書くんですか。3人は、大きめに、いや、全員ですよ、ね、30何人分入るんで。で、このサインのところをぜひカメラに見せてください。ちゃんと書きましたよ。ちゃんと書きましたよ。見えるか。見にくい。黒だとね、ちょっとあれかな。黒だと。あ、見える見える。このように、3人分のサインが入って、まあ、ここから全員分のサイン。はい、バラれてます。サインを集めていって、これを視聴者プレゼントにするので、で、キーワード4文字集めて、応募フォームの方に応募してください。はい、キーワード昨日と今日で何でした。はい、昨日はさ、はい、で今日はい、明日はで、その応募フォームの方に関しましては、また後日お知らせいたします。はい、電話します。だったら電話します。いや、ないない、出ない出ない出ないですか。ないない、やりたかった。リキさんもやってほしいって書いてある。何が。マリオカード。で、あ、楽しかった。最後の方やっとちょっと楽しくなりました。で、どうでした、やってみて、カイツさん。どうでした、カイツさん、どうでした、やってみて。最後の方、結構楽しかった。最後の方になって、やっと。千葉さん、どうでした。最後の方やっと。で、あの、この3人の中だったら1位だった。青空、どうでした。楽しかったです。楽しかったですか。はい、相手7だった、正直。なんか緊迫感みたいなのなかったでしょ。そうっすね、うるせえ。確かに、引っ張って、引っ張り合える。お互いね、確かに、そこはあるね。そこはもう申し訳ないなと思う、本当に。あの、ゲーム買ってもらえなかったから、親にさ。それは、うちの親に言ってくれ。そういう問題ですか。そういう問題。スイッチが。まあ、スイッチなかったから、スーパーミ、スーパーミ、スーパーミ買って買ってって言ってたけど、スーパーミ、もうスーパーファミコン買って買ってって親に知らない言ってたんだけど、なんスーパーファミコンってファミコンの次に出たスーパーファミコンなんだっていう、それでマリオカードグレーっていうかさ、スーパーミコン、あんの、それがあんの、分かってない、買ってガチャってさ、こういうガチャセット。ガチャってどういうことですか。サイズは、サイズ、この箱みたいなのマジで、こうやって、ずっとここにマイク、ここにファミリーコンピューターって、ここにマイクついてるから、こうやってどうすか。俺も買ってもらえなかった、スーパーファミリーも買ってもらえなかったから色のボタン、そう。え、でもこういう感じなんですか、ボタンは。
あまあまあまあリモコンこんな感じまああとでもうグって時代だということで、はい、まあ、本日の配信ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後カメラに向かって皆さんで手を振ってお別れしましょう。お別れしましょう。じゃあさよなら。さよなら。さよなら。